国鉄化1500系貨車は、かつて日本国有鉄道に在籍した有害貨車である。本形式は、鉄道省が1933年11月21日から1942年6月19日に、かけて日本車両製造を呼び、川崎車両にて225両を製作した10トン積み二軸化畜車である。形態的には、初期車50両、 1935年から製造された後期車175両に分けることができ、牛の目隠し部分の側板の張り方と側柱の本数、筋回の有無が異なる従来からの家畜車の構造を抜本的に改良した形式で、車体幅を広げて、牛を横向きに積載できるようにし、肉牛10頭、液牛14から15頭の積載を可能とした。車体は、 鉱材の柱を外側に立てて、木製の側板を透かし針として、通風を良くしており、後期車では側面には鉱材の筋替えが斜めに渡されている。積み荷の牛が外を見て疲労しないよう、側板の張り方を工夫し、目の高さに板を渡して、外が見えにくくしている。そのため、側板は上部の一部では間隔が広く設置されており、 その部分は光線による手すりが設けられている。車体の中央部には幅1500ミ、mm、リメートルの木製に焼く扉が設けられており、全面にわたって等を間隔にギータが張られている。わらくず等により開閉が困難になるのを防ぐため、引き戸は上部のみにレールを設けた釣り戸である。床板も木製であるが、お物の清掃の際に使用する水で大枠が傷まないよう。 側板より張り出して設けられている。また、側板の下部に清掃を容易にするため隙間が設けられていたが、側ブレーキ設置部分については、入れ替え作業員にお物がかかるため、後の改造で塞がれた。本形式の基本構造は、次級化2000系以降にも引き継がれている。本形式の軸バネ指示装置は、リンク式で最高運転速度は、 時速 65km であったが、昭和34年度貨車整備工事改造8月8日、通達により、残存の全車が長野工場にて二段リンク式に改造され、最高運転速度時速 75km となった。また、動揺防止のため、軸バネにはたわみ率の大きいものを採用し、軸距も同時期の二軸貨車より長くしている。車軸は12トン長軸である。 荷台の寸法は、長さ 6000mm、幅 2300mm、高さ 1950mm で、床面積は13.8平方メートル、容積は26.9立方メートルである。全長は 6850mm、全幅は 2672mm、全高は 3315mm、軸距は 3500mm、地長は7.8トンである。 本形式は、家畜車の標準形式として、全国で使用されたが、昭和40年代に至って、家畜輸送は、生体輸送からトラックによる枝肉輸送へと変化したため需要が減って廃車が進み、1972年度に、形式消滅となった。ありがとうございます。